皆さんこんにちは。今回ご紹介をいたしますのは、アトウトより次世代のフラッグシップモデル、こちらが登場となりましたのでご紹介いたします。 Android が搭載されているので、ネットが使える、もちろんナビも使えます。で、 RAM と ROM の容量が 8GB128GB ということで、非常に大容量で高性能なものとなっております。こちらのご紹介、今回はこれ新世代のアトウトということで、これロゴ変わってるんですけれども、変化した点について今回ご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけたらと思います。で、まずはこれ取り付けた状態、外観から見ていこうと思います。こちらはフィット3ということで、もともとは 2D のナビが付いておったんですけれども、そこに今これ10インチのナビを取り付けているということになります。これだけですね、見た目が大きくガラッと変わる。で、このフィット自体は2012年だったと思うんですけれども、もう10年以上の前の車になっておるんですけれども、全くそれを感じさせない。つけるだけでも車のアップデートができると。いうことで、それだけでも価値があるんではないかなと思います。で、こちらの方は、取り付けに関してなんですけれども、従来通り取り付けてもらえればいいんですけれども、変化している点っていうのがありまして、で、これは何かと言いますと、こちら、外します。はい。これ別にポンと外れるっていうよりは、今ネジを緩めてるんですけれども、このように、これがアトウトのこの X10 を取り付ける付属の枠になっておるんですけれども、この中に取り付けていただきます。これ従来の 2D のナビ、ジャズのナビが入ってたんですけれども、それを取り外して、これ付属の枠が入っておるので、それを取り付けているということになります。で、これ今本体だけ取れたりっていうのはこちらです。なんとここにですね、ネジが付いていて、横にもネジ付いているんですけれども、はい、こちら。で、さらにこちらにもネジが付いておりまして、角度調整ができるようになっております。で、さらに角度調整だけではなくて、この中、ここにですね、いろいろと RCA の端子が付いていたりとか、また、ここのところなんですけれども、HDMI の入力端子というのが今回新たに付くようになったということで、必要に応じてですね、この裏側ですね、ケーブルを接続するということもあるかと思います。いちいち取り外すのめんどくさいと思うんですけれども、そういった手間も省けるということで、少しね、作りがガラッと変わったという点が、今回のこの次世代のアトウトの製品の特徴ということになっております。で、はめ込むのもですね、非常に簡単でして、このように、先ほどの枠ですね。はい。これだけで OK と、いうことになります。で、これ角度調整自体ができて、一番上はこの状態で、この状態だったらもう3つのボルトで止めちゃえばいいんですけれども、これだと上向きすぎて嫌だという方もいらっしゃると思うので、この角度を取り付けるときに、ここまで下げることができますので、上のネジは締めずに、左右のネジだけ止めてあげると、いうことによって、首を振らずにしっかりと固定ができるようになるということで、取り付けも非常に簡単になった。で、取り付けした後もちゃんと拡張ポートを使うと、いうことができる。実用性の高い拡張ポートにすることができるという点においても、今回の次世代のアトウトの製品の特徴ということになろうかと思います。で、また、これ本体なんですけれども、従来のアトウトの製品と違う点なんですが、これね、パネルがね、ちょっと変わってます。で、今までのパネルって、ツヤありのパネルでテカテカしてて、見た目はすごくいいんですけれども、これタッチスクリーンになってるので、指紋がついちゃったりしたりとか、あとホコリですね、が目立ったりして、非常に汚らしいというイメージがありました。で、こういったタオル等で拭いてもなかなかね、拭き取れないっていうのがあったんですけれども、今回のこちらのタッチスクリーンになってからは、これ艶消しのタッチスクリーンなんですけれども、外の光が反射しないので、しっかりとモニターが見えるということが一つあるかと思います。で、また、一回エンジンを切ろうと思うんですけれども、例えばこれ、切った状態。これももちろんちょっとつくんですけれども、このように手で拭いてあげるだけでもですね、非常に綺麗な状態になるということです。これね、
ツヤありのやつだと、どうしても手で拭いたとしても指紋がついちゃうし、こういったタオルで拭いてもですね、なかなか綺麗に拭き取れないっていうのがありました。で、なおかつ、拭いてもいいんだけれども、都度拭いてると、今度、傷がついたり、線傷がついたりね、まあ、したりっていうことがあったわけなんですけれども、まあ、これはね、そういったことがないということになっておりますので、まあ、綺麗な見た目を、まあ、維持するということができるということになります。今、起動したんですけども、起動もね、パッと起動してくれるというところも非常に長けてるポイントなんではないかと思います。で、また、まあ、この車に関しましては、4カメのアラウンドビューモニターつけてるんですけれども、アラウンドビューモニターとももちろん使えるようになっていて、エンジンかけて、このように、今、車の周辺の、まあ、状況を、まあ、表示するようにしてあるんですけれども、こういったように使うこともできるし、で、もちろん、これバック連動という機能っていうのももちろん働いております。この後ろですね。で、ウインカー、右、それから、まあ、左、入れた時でも、後方視界、しっかりと映し出してくれるといった、まあ、こういったアラウンドビューモニター、まあ、良ければ動画別途上げておりますので見ていただければと思うんですけれども、こういったマップを、例えば表示している状況下の中でも、しっかりと切り替わってくれると、まあ、いうことですね。まあ、これちゃんと、こういった機能ついてないとですね、いちいち手動でやってたら面倒くさくて仕方がないということになるわけなんですけれども、まあ、そういったことにもね、しっかりと対応しているナビとなっている。これはもう従来通りと、まあ、いうことになっております。非常に使いやすいということですね。で、こちらのマイクがですね、2つ今回作るようになったので、マイクの感度が非常に良くなっております。今ね、ちょっとこう起動しかけたのがあるんですけれども、まあ、今回新たにドライブチャットっていう機能がつくようになりました。まあ、これはチャット GDP という会話用のコマンドと、もう一つはこのナビの制御用のコマンドですね。この2つの音声コマンドというのが今回搭載されていますので、まあ、次にそれちょっとご紹介をしていきたいなと思います。で、これ使うためにはですね、まず設定が必要になります。で、このドライブチャットっていうのがあるんですけれども、まあ、ここ開いていただきます。これ携帯の方にもアプリがあるので、まあ、携帯のアプリももちろんダウンロードしていただく必要っていうのがあります。まあ、オンライン接続っていうのが必要になるわけなんですけれども、まあ、それが完了した後に、これアカウント、これ同期してるということなんですけれども、まあ、同期しておいて、で、これ起動のワードっていうのがあるんですけど、ここをね、設定する必要っていうのがあります。で、このようにですね、ヘイ文字を、それからヘイ、あと音というのがあって、これすぐ開いちゃうんですけれども、これ会話用と制御用とこれ分かれてます。で、これ試しにですね、まあ、こちらですね、ヘイホンダっていうのが作ってあるんですけれども、まあ、これ、会話用と制御用ということで、これ2つのですね、どちらかこう選ぶようになると、まあ、いうことになっております。まあ、自分の好きなものをですね、これ起動後ということで追加するということがまず必要になると、まあ、いうことになります。まあ、それがね、追加されれば、あとこちらですね。まあ、制御に関しましてはですね、基本的にはね、このコマンドに乗っ取って、まあ、話していく必要っていうのが、まあ、あると、まあ、いうことになります。まあ、例えばなんですけれども、まあ、音声ですね。例えば、とっさにミュートにしたいという場合があると思うんですけれども、Hey、あと音。ミュートにして。このように、まあ、ミュートにすることができるということです。ヘイ、あと音。ミュートを解除。はい。ちょっとですね、この辺が、本当にこれ解除されてるのかっていうのはちょっと怪しいところがあるんですけれども、まあ一応、機能していると、まあ、いうことになります。まあ、こういった制御用の OS コマンドっていうのが、まあ、搭載されるようになったっていうのが、まあ、今回のアトートの、まあ、大きな機能になってくると、まあ、いうことになります。その他、まあ、いろいろと機能というのがあるわけなんですけれども、まあ、これだけのコマンドっていうものが、まあ、用意されていると、まあ、いうことになります。で、もう一つですね、ありまして、チャット GDP 用の機能ということになるんですけれども、います。その場合はですね、こちら、Hey、文字よっていうコマンドになります。はい、もう開きました。なぜ犬は吠えるんだろうね。
様が吠える理由は多岐にわたります。犬にとっては好奇心やエネルギーを発散したいという欲求があるのかもしれません。こんな感じで話し相手になってくれたりとか、あとは今ですね、もういちいちインターネット叩かなくてもチャット GDP 等でちゃんと質問すればですね、答えてくれるということもありますので、そういった時にですね、この会話の機能というのが使えるということで、新たにこの2つの機能というのがこのフラッグシップの X10 に搭載されたということになります。で、最初にドライブチャットの話をしたんですけれども、さらに細かい点として、少し変わってる点というのがあるのでご紹介していこうと思うんですけれども、ホーム画面がですね、大きく変わりました。で、これウェジェット方式になっていて、オッドキャストの P3 から、このような形になっていると思うんですけれども、大きく変わったということですね。ここ結構大きな点になるかと思います。で、これ反応しますよね。で、パッとこう、タップしていただければ、マップの画面を表示してくれるようにもなりますし、で、また、時間、それから天気ですね。で、これ Gmail なんですけど、Gmail のウィジェット、それから YouTube のウィジェット等も使えるようになっているということになります。でね、一つね、調べてたら出てきたんですけれども、これ耳寄りな情報というか、車はやはりテレビが見れないと嫌だという方もいらっしゃると思います。で、私、ドライブレコーダーの代理店やってるんですけれども、で、デジタルミラー販売とかさせていただいておるんですけれども、結構ですね、地デジのね、電波干渉とかで、お問い合わせいただくことっていうのがあります。でね、最近はですね、これ見ていただくとわかると思うんですけれども、これ、Hey、アトート。ミュートにして。はい、今ミュートにしたんですけれども、こうやってテレビね、見ることできるんですね。今ですね、時間書いてないんですけれど、これ、徹子の部屋です。で、今ちょうど1時11分なんですけれども、これね、ちょっと遅延はもちろんしてるんですね。1時10分ぐらいの映像が今流れている状態と。1分ぐらいの遅れというのはあるんですけれども、ちゃんとこのように地上波を見るということができるということになります。こういった機能が今ですね、ついておりますので、こういったアプリも今出てるということになりますので、特に、もう地デジチューナー等もですね、必要ないんじゃないかなというふうに思います。あとはこれ、衆院本会議ということで出てるわけなんですけども、こういったものももちろん見ると思いますし、なので、これからは地デジチューナーって必要なくて、もうネットでテレビを見るという時代になってきているので、電波干渉等ね、気になる方はこういったものを使っていただくと、電波干渉等を気にせず、地上波、テレビ等を見るということも可能になるということなので、これはね、ちょっと少し私の方からもですね、アナウンスさせていただこうかなと思います。それによって、ドライブレコーダーとかデジタルビラーの選定だけじゃなくて、テレビキャンセラー等もですね、わざわざつける必要ない。高いお金払ってつける必要等もないので、優れた点になってくるんじゃないかなと思います。で、前後するんですけど、これが先ほどの HDMI の機能です。これ HDMI 入力になります。出力ではないので、ご注意いただきたいんですけれども、今何も接続してないので、信号なしというのがありましたけれども、接続しておれば、バイクから、ここに画面として映し出すと、いうことができるようになっているということになります。で、ウェジェットをどんどん足していくと、どん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 このページというのも増えていくわけなんですけれども、こちらが YouTube ミュージックだったり、で、これがイコライザーですね。で、今回ね、イコライザーの機能もやっぱりアトートの製品って、昔からイコライザーってかなりこだわって作られていて、非常に音もですね、良くなる製品ということが一つ言えるかなと思うんですけれども、こういった機能というのもついている。通常のですね、我々素人からするとですね、かなり行き過ぎてるかなっていう気はするんですけれども、また使いこなせるのかなっていうのはあるわけなんですけれども、こういったですね、機能がですね、しっかりとついておりますので、特にもうね、音にこだわりたいという方にとっては、このアトートの製品っていうのは、一押しになってくるんではないかなと思います。こういったのがウィジェットにちゃんと追加ができるという機能もついているということですね。
で、下にここのところですね。ここのところでコマンドとか表示されるようになっているということです。で、ここを押していただきますと、アプリの画面が、まあ、開くと、まあ、いうことになります。で、また、故障に関してもですね、今までは取説だったりとかしたんですけれども、もうオンライン化されております。まあ、ここはね、QR コードをスキャンしていただいて、ここから登録するようになります。説明書等もここに入っているということになっております。すべてもオンライン化されていると、まあ、言った点も変化点になってくるかなと思います。で、また、そしてそういうところはこの Bluetooth ですね。で、Bluetooth、今回これ Bluetooth ということで、まあ、一つだけしか電話接続してないんですけれども、二つ同時に接続することもできるので、いちいち接続し直す必要っていうのもないということで、非常に便利になっているということになります。そういった点も非常にいいんじゃないか、使いやすいんじゃないかなと思います。で、先ほどのウィジェットの機能ということで、パッとお話ししたんですけど、ここのところで、まあ、選べるようになっております。このようにですね、ここにアプリが表示されておりまして、ウィジェットをいくつか選べるようになっていると。で、例えば、Google のウィジェット、2件のウィジェットというのは、はい、ここで選択式になっているということですね。こんな感じで選べるようになっているということになります。また、こちらは、まあ、従来通りなんですけど、ドライブレコーダーの機能というのも、オプションで増設するということができます。この D、iPhone DVR っていうところなんですけれども、まあ、USB のケーブルがついているんですけれども、そこに設定してもらえれば、今回はですね、前後のね、ドライブレコーダーとなってるんですね。で、今までは前だけだったんですけど、前と後ろと設定ができるようになったということですね。で、今回これ私はオプションで、まあ、設定はオプションで付けていないので、ご紹介できないんですけど、ここフロント、リアということで、2つ前後カメラ付きの、まあ、ドライブレコーダーになったということで、このディスプレイオーディオ上でひとまとめにするということができるので、スマートに設置するというところも魅力的なポイントになってくるかと思います。で、またこちらはですね、押していただきますと全画面にすることもできるし、で、またこれマップですよね。マップの画面があって、まあ、ドライブレコーダーの画面ということで表示することができるということになっております。はい、で、最後なんですけども、まあ、従来モデルから付いているトラック HU という機能ですね。まあ、そちらをもう一度ご紹介していこうと思います。それはですね、ここなんですけども、これも開くにしてあって、アプリ開くとこの画面なんですけど、ステータス有効にしておかないといけないということですね。で、スキャンして車両情報を表示ということなんですけど、これ携帯で基本的にね、使うためのもので、アコト自体がクラウド化して位置情報というのを提供しているものになっています。で、それはここなんですけれども、これが非常に便利な機能でして、まあ、特にですね、まあ、最近ですと、まあ、古い車でも価格が高騰していて価値の高い車もあったりします。で、これは一言で言いますと、車の位置情報がネット上で把握するということができます。それどういうことかと言いますと、例えば、これ、今日の車の動きなんですけれども、で、デバイスを X10 で表示するんですけれども、はい、このようにですね、今日の車の動きというのをネット上で見るということができます。なので、例えば車が盗まれてしまったという場合なんかですと、まあ、追跡するということができるということになります。で、今日はここで収録しているので、もうずっとここで何か止まりっぱなしの状態なんですけれども、あ、ここに車がいるということが、まあ、わかるということになります。まあ、そこがですね、非常にこのトラック HU の、まあ、長けている点になっていると、まあ、いうことになります。まあ、最近の車ですとね、まあ、トヨタの T コネクトとかでも車の位置情報っていうのは把握できるようにはなっておるんですけれども、このアフターの製品でもこういった位置情報の確認ができる機能というのがしっかりとついているということになっておりますので、車を追跡するということができるという点にとっては非常に大きなセールスポイントになってくるんじゃないかと思います。ただ一つ注意しなきゃいけないのは、この電波が途切れてしまうと、この位置情報というのがわからなくなってしまうので、これを積極的に使いたいという方なのであれば、SIM カードを導入して、まあ、ネットを使うというのがおすすめになってくるかなと思います。もしもの場合、車が盗難されたとしても、
携帯で位置情報がキャッチできるということになりますので、そういった意味では非常に有効的な機能になってくるのではないかなと思います。はい。ってことで、今回なんですけれども、後々より次世代のハイエンドモデルということで、X10、10インチの Android ナビのご紹介をいたしました。まあ、なんと言いましてもですね、やはりこのドライブチャットという機能ですね。まあ、これが会話用だけではなくて、まあ、制御用としても使えるという点。それから、まあ、従来モデルからもついてるんですけれども、まあ、トラック HU という機能ですね。GPS によって、まあ、車がもしも盗難にあったとしても、位置情報をしっかりとキャッチできるというものになっているという点。で、あとはやはり一番私気に入ってる点が、このイコライザーっていう機能ですね。これアフターのものであるとか、あとは AI ボックスを使ったりしても、このイコライザーがね、使えないことっていうのは結構多かったりするんですよね。なので、このオーディオにはやはりこのね、イコライザーっていう機能っていうのがですね、やっぱりついて欲しい機能の一つ。今でもすごくそう思うわけなんですけれども、まあこれだけの機能を使いこなせるのかっていう問題はあるんですけれども、まあこれだけあればですね、まあ、自分の好みに合った音場環境というのを、まあ、作ることができるんではないかということで、従来からこのアトットさんのイコライザー機能というのは定評あるかと思うんですけれども、まあ、今回さらに大きく進化したということで、もう趣味性の高いオーディオをとにかくゲットしたいという方にとっても非常に満足のできる製品になっているということになっておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄の方に詳細貼っておきますのでご確認いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。